Hi, everyone. This is d o k 今回はバババンガさん。予言者として有名です。d o k の過去動画でも2回ほど取り上げさせていただいておりますけれども、まあ、日本でもだいぶ有名になりましたね。予言が当たるということで80%ぐらい当たるということなんですけれども、ブルガリア国家機密に指定された彼女の予言はほとんどがわからないです。ところが2014年にブルガリアの政権が起き、 政府が交代したためにその一部が流出したんですね。それで彼女の予言というのが一気に世界で注目を集めたわけです。今回ロシアがウクライナに侵略を始めておりますが、このことをパパバ,バンガさんが言い当てていたということで、欧米でかなり話題になっております。彼女が言うには、まあパパバ,バンガさんの予言ですけれども、氷のように全てが溶けるでしょう。 ウラジミールの栄光、ロシアの栄光は手つかずのまま済みます。ロシアを誰も止めることはできません。このようにピタリと言い当ててるんですね。ウラジミールの栄光、つまりウラジミールとはプーチンさんのお名前ですね。そしてロシアの栄光、それは手つかずに済むと。そしてロシアを誰も止めることはできないと。これをパパバ,バンガさんが言い当ててる。彼女は1900、 九9六6年にお亡くなりになっております。その後にプーチンは誕生しているので、プーチンが誕生したんではなくて、プーチン政権が誕生ですね。当時のエリツィンさんがプーチンを指名したんです。そしてメキメキと頭角を表し、一気にロシアのトップになった。これがですね、1999年の8月ということで、1999年の8月というのは、つまり、ノストラダムスの大予言で、 日本がすごく震えてた時ですよね。1999年7の月に何かすごい大魔王がやってくるみたいな予言でしたっけその1ヶ月後にプーチンがロシアのトップになっているんです。予言者といえば名前が出てくるノストラダムスさんやバババンガさんがこのようなお話をしている。何か偶然の一致なんでしょうかすごく怖いんですね。 バンガさんの予言の方法というのは、彼女は12歳の時に竜巻にさらわれ1キロ先まで飛ばされて目に傷を負ったんですね。で、19歳の時に完全に失明して見えなくなったんですけれども、その時に予言の力が宿ったと言われておりまして、彼女が言うには ET が 自分の家の中の特定の部屋にいて、その ET に話しかけて質問をすると、その ET が答えてくれる。それを私は言ってるだけだと言ってたんですね。ET って多分エクストラテレストリアルのことなんですけどこのエクストラテレストリアルって、 地球外生命体の意味なんですね。つまり、人間以外のもの、目に見えないものがいて、それと会話することによって、自分の後の世の中を私は話をしているだけだということなんです。まあ不思議なんですけれどもね。まあ予言というものは半分信じて、まあ半分信じなくてもいいと、当期は思っておりますが、あまりにも有名な方が二人ともこういったことを話しているので、ちょっと気になって取り上げてみました。 もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。